動画先生石川博之、菅野澄夫です。今回はジャイブのベーシックステップ、いくつかの足型を組み合わせたもの、まあ、よく使う、使いやすいベーシックステップの、紹介をしていきます。はい、ではまず、ゆっくり、やってみます。踊ってみます。せーの、 1,2,3,4 Change of place。で、一回元の形に戻ります。 Change of place。 で、ストップ&ゴー、ストップ&ゴー、アメリカンスピン、で、トーヒールスイブ、ブレイク、で、ベーシックの形に戻りまして、フィップ、で、プロムナードウォーク、チェンジオブプレイス、で、ベーシックの形からストーキングウォークス、フリックスブレイク、で、ベーシック、チェンジオブプレイスでベーシックに戻します。こんな感じ。足型を、もうちょっと説明しながらゆっくりやっていってみます。まず最初、組みました。リンクしてシャッセします。で、ここからチェンジオブプレイス。アンダームターンでくぐって回りました。これもくぐって回りました。で、このまま最後そのまま組んで、くぐらない。そのまま組んで、ベーシックの形に戻します。まずこれを本当に、なんだろうな。母体というかベースとして考えてください。このステップをしながら途中で何かのステップに入って、またこのね、ベーシックのステップに戻ってくる、途中で何かに入ってまたこれに戻ってくるっていうことなんで、まずはこのベーシックをしっかり、感じとしては男性も向きは変わっていくんですけど、イメージとしては男性とまあ組みましたね。で、女性からすると男性の横に行って、次男性の前に行って、で、男性と組む。まあ、やや右に入ってくるような感じ。すごくアバウトに言うと三角形っぽい感じです。男性の横行って、男性の前行って、男性の、まあ、ね、こっち側に戻ってくる感じ。ちょっとわかりやすく、一回ステップ私しませんので、女性だけ行くと、で、ちゃっちゃ、じゃあ男性の横に行きました。男性の前に行きました、男性のこっちに戻ってきて元通りぐらいな感じ。そうすると実際にはもうちょっと回り込みながら動くんですけど、イメージとしてはちょっと三角形っぽいイメージをしてくれると分かりやすいと思います。ワン、ツー、スリー、アフォー、ワン、アツー、アスリー、アフォー、ワン、アツー、アスリー、アフォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、1,2,3,4,1,2 ということで、この後横に出しました。で、戻ってきたところで男性背中で止めます。ストップ&ゴー、チャッチャチャタンタ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 、ね、ストップ&ゴーの足型は、女性は右足バック、シャッセして左足後ろ、そこまで行って、そこで男性が背中止めます。で、戻ってください。シャッセして、後ろ。シャッセして、後ろ。シャッセして、後ろ。ということ。ね、今のは女性の足。男性の足は、後ろ。シャッセ、男性一歩前です。前。後ろと、前。で、あとはこの手が女性の背中を軽く押さえて、チャッチャチャ。これが、ストップ&ゴー。名前の通りだよね。ストップ&ゴー。止めていくということです。はい、で、ストップ&ゴーが終わりました。ね。で、正面の位置に戻ってきました。その時に、次アメリカンスピンに入るんですけど、アメリカンスピンの時に男性手を、今左手なんですけど、右手に持ち替えた方が、アメリカンスピンってわかりやすいです。左でも入れないことはないんですけど、ちょっとベーシックとアメリカンスピンと女の人がちょっとごっちゃになる可能性もあるので、
まあ、右手になっておいたのが間違いにくいです。で、出てきた女性を男性は止めるような感じです。女性はそこで回って、バックっていうこと。女性の足いきます。右足バック。シャッセ。で、回ってからもシャッセし、回ってシャッセ。チャッチャチャ、バック。ちょっともう一回いきますね。で、シャッセ、回ってシャッセ。チャッチャチャ、タンタ、チャッチャチャ、チャッチャチャ、タンタ。ということ。ね、まず、ベーシックと、ストップアンドゴーと、アメリカン、あ、男性の足型。忘れてました。男性の足型はベーシックのまんまです。持ち替えたとします。バック、ね、左シャッセ、右シャッセ、バック、左シャッセ、右シャッセ、バック、ほら。ベーシックのまま、まあ、リードだけ女性を止めて回してあげるという。まずアメリカンスピンまでの足型。はい。アメリカンスピンの後、アメリカンスピンが終わりました。トーヒールスイブルっていうのが、ね。女性の方の足から説明しましょうか。女性の足、右足交代してからです。焦らない。右足バックして下げて、ゆっくり。つま先、かかと、スイブル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 。まさしく、トーヒールスイブル。その言葉のまんまやね。ね。つま先、かかと、で、スイブル。足をクロスします。ね。男性の方も、同じです。省略します。同じですので。ね。はい、バック。男性は左足バック。女性は右足バック。下げて、つま先、かかと、スイブル。つま先、かかと、スイブル。つま先、かかと、スイブル。つま先、かかと。で、最後、ブレイク。ブレイクはお休みということです。でブレイク。でそこから、足、後ろ前。たた。で、シャッセ。チャッチャチャ。チャッチャチャ。た。ね。ここから、ブレイクをして、ここから例えばスローウェイとか、ね。チャッチャチャ。いろいろこう入っていくこともできるんですけど、なるべくこう、つなぎやすいように、あえて、ブレイク、そのままベーシックに戻します。チャッチャチャ。チャッチャチャ。タンタンタッタッ、ね、今のが、トーヒールスイブルということ、ね、で、細かい踊り方はまた後々、ね、各ステップの説明をするときに言いますので今はとりあえず足型だけ覚えておいてください、ね、今のトーヒールスイブルの時は両手になります、ね、さっきまで片手だったんだけど両手になりますだからある意味あ両手になったらあトーヒールスイブル来るかなっていうふうにも思えるかもしれない両手になって足を下げてから下げて1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 パパチャッチャチャチャッチャチャチャ、ね、今のがトーヒールスイブルと、はい、トーヒールスイブルの次、ね、一回ベーシックの形でチェンジオブプレースで戻りました、ね、ここからウィップをしますウィップっていうのは、2歩歩きますシャッセした後にチャッチャチャ、一、二、チャッチャチャ、パッパ。ね。一、二って歩いただけ。女性は前進、男性は後ろにかけて、一、二という風になります。もう一回いきますね。タンタン、チャッチャチャ、一、二、チャッチャチャ、パッパ。ね。シャッセとシャッセの間に、二歩、チャッチャチャ、一、二、チャッチャチャということです。ね、はい、ウィップ終わりました。次、プロムナードウォーク。バックしたリンクしました。シャッセ、チャッチャチャ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 、で、1、2、3、4、ベーシック。ね、足型1個終わったらベーシックに戻すようにしておきます。そうすると、どういう組み合わせでもできますので、こっちから行こうか。はい、バックしました。シャッセ。1回、2回、3回、4回、1、2、3、4、チャッチャチャ、チャッチャチャ、タンタン。ね。回数は暫定で、4回ずつにしました。別に2回でも6回でも何でも構わないんですけど、とりあえずわかりやすく4回、4回。ね、今のが、プロムナードウォーク。次、今のプロムナードウォークが終わりました。
一回ベーシックの形チェンジオブプレイスをして組みました。この後、ストーキングウォークス、スロースロースロー、そこからフリックスブレイク、蹴って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 ブレイクで、後ろ前タタンタタ、チャッチャチャチャッチャチャタタで、ベーシック、ストーキングウォークスで、足を前にちょん乗らないでタップします。その時に前に体をちょっと倒します。はい、乗りました。次、前に足をちょんの時にちょっとスウェー後ろに、はい、前乗ったちょん、ね、でその後、キックになります。この時に手と手に、ね、今まで組んでたんですけど、ここで手と手に持ち替えます。で、蹴って揃える、蹴って揃える、蹴って揃える、蹴って揃えてブレイク、後ろ前タタン、チャ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 タタ。足型、女性の方から行く、女性だけ行きますね。下げて前にチョン、乗って後ろに向き、足は前ですけど後ろ向き、チョン前チョンで、そこから蹴って、蹴って2回3回4回ブレイク、タッタン、ベーシック、チャッチャ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 。男性の足、ね、前にチョン乗る、チョン乗る、チョン乗る、蹴って揃え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 る、ブレイク、タッタ、チャッチャ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 、ということで、ね、これが、ストーキングウォークスからのフリックスブレイクということになります。今回は足型だけなんで、あんま細かいね、注意点はあげませんが、ベーシックス踊る上で、一つ、ね、だけ気をつけてほしいのが、シャッセのところ、ね、以前も言ったと思いますけど、シャッセが同じような歩幅にならないように、チャッ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 、これで踊るとすごい大変なことになっちゃうので、ジャイブが本当に大忙しいになります。まあ、忙しいことは忙しいんですけど、そんなに忙しくない。それは、シャッセのところの1歩目のところをちょっと小さくする。2歩目のところを大きくする。ね、理由は、過去の動画をちょっと見て、ね、調べてみてください。ね、小さく大きく、小さく大きく、ね。ちょっとベーシックのところでやりますけど、1歩目小さく、チャ、チャチャ、チャ、チャチャ、タン、タン、小さく大きく、小さく大きく、タン。ね、で、ベーシックステップをやっててもこれが基本だと思って、小さく大きく、小さく、男性も女性もね、小さく大きく、小さく大きく、タンタン、小さく大きく、小さく大きく、タンタン、小さく大きく、小さく大きく、ワン、アトゥ、ア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 ワン、アトゥ。正直、これができるだけでも結構、まあ、うまく見えるというか、ジャイブっぽく見えるので、あんま細かいこと考えなくていいんで、このね、歩幅だけ、ちょっと考えてやってみてください。とりあえず今回はジャイブのベーシックステップということなんで、ここで足型を、ちょっと覚えて練習してみてください。この後ね、踊り方はまたいずれやりますので、
ジャイブってすごくこう、なんだろうな、楽しく、踊れる種目ですので、軽快感、軽やかに踊れるように練習してみてください。せーの、レッツプラクティス。